エースカリアは愛知県カリア市をホームタウンとして活動する社会人サッカークラブであるアスカ株式会社のサッカー部と KTFC が統合して創部した創部年は不明2014年に全国クラブチームサッカー選手権大会に初出場結果は同年の大会優勝のザスパクサツチャレンジャーズに1の4で敗れ1回戦敗退となったが2015年に 西三河社会人、サッカーリーグ一部を制し、愛知県社会人、サッカーリーグ三部昇格挑戦トーナメントに進出すると、同大会を制し愛知県社会人、サッカーリーグ三部昇格、愛知県リーグ復帰を果たした。続く2016年には、愛知県社会人、サッカーリーグ三部優勝、1年で愛知県社会人、サッカーリーグ二部昇格を果たすと、 2017年には、愛知県社会人、サッカーリーグ2部でも優勝、愛知県社会人、サッカーリーグ3部昇格後わずか3年で、愛知県社会人、サッカーリーグ1部リーグに上り詰めた。また、同年、全国クラブチームサッカー選手権大会に3年ぶり2回目の出場を果たすと、準決勝までで、計14ゴールを奪い、初の決勝進出を果たした。 なお決勝では、前年優勝の岩木 FC に一の五で敗れている。その他、小学校低学年を対象とした、アスカ杯の企画、運営も行っている。出展、AS カリア公式ブログ、第21回全国クラブチームサッカー選手権、大会、第24回全国クラブチームサッカー選手権、大会スポンサーについては、AS カリア HP を参照。 ありがとうございます。